まあただまあねあのー、あれきてなやっぱりな床屋行ってうん配信つけていいですかってあのー、あそこって何スワヒリ語違うかベトナム語って何語だ英語通じるかなえー Can I take my? ん違うな Can I take? 違うな Can I じゃなくていいのか Can、うん、はできるかできないかをあの確認する えーっと、形の言葉だから。えぇ、can I? ストリー、私はストリーミング配信をここでできますか ?can, can I take my smartphone? ライブストリーミングディスプレイス。あは、uh huh! これで多分通じるんじゃないかな。う、uh、ん。Huh. レックオーケーあ、マジであ、それ通じる。ライブ、ライブストリーミングオーケー ?Now! Live s t r e a m i Now! g n オ k ケーレックオーケーあ、これで多分通じるな。うん。それでいいね。うん。あお、ちょっと、誰だこいつ。あお、義務配信ね言うわけねえだろ、バカだれが。あお、This is 義務配信クソ面白いな、そんなノリ分かってくれたら。 分かったでもまあそれであの床、ー、へ行くときは聞いてみようベトナムは日本人よりも英語が通じないベトナム語っていうのがあるのかあーでもまあ全部さこれでなんとかなるもんな例えば携帯で、えー、入力するじゃないですか翻訳ってやってで全部喋ってくれるもんね今ね翻訳がねベトナムあの日本語から検索できないのこれあできるわ これすごい便利だな。これリョフ、両夫彼は英語勉強しなくてもいいってなるわ。私は、えー、ライブストリーミングをここでしてもいいですかを。えーほら。こんなベトナム語って。 難しいんだ。わ、okay, okay. かりましたこれでいいらしいですね。いや、なんか音質っていうかこういう発音なんでしょう。ああ、ケー、o k o k いけるわ。これいけるわ。うん すごいよねだからね英語をさ本当に勉強しなくてもいい翻訳翻訳ができたなそういう意味ではうん翻訳翻訳がね藤子 F 藤尾さんたちできました2022年にすごいねマジこれ英語だと英語だとこれだわ俺やっぱ合ってんじゃん俺「can I live stream here?」 <music> おいいじゃん、合ってんじゃん、ほぼ合ってるわ。うん。キャンナイだわ、やっぱり。えー、韓国語があんのこれ。韓国語。よぎせよ、ライブ、ジョンジョル・マル、スニング、ハムニダうん。どこでもライブできるわ、これで。うん。どこでもライブできるわ。うん。 どこでもライブできるねすげえわ携帯電話ってマジでただ w i f i 持ってないといけないからなその代わり、うん、w i f i は私もう契約したんで、はい、今セブンイレブンであの受け取りできるんだってあのー、そう近くのセブンイレブンでもうあの3日後4日ぐらいに届いてそれでああのー、まあ、受け取れてそのまま空港行って帰ってきたらなんかゴミ箱みたいに捨てていいんだってうん 便利だね。うんえーん。向こうの言葉でダメって言われても分かんなくね。確かにそうだわ。いや、それぞれだからノンバーバルコミュニケーションですよ。向こうだって分かるでしょ、こうやって。とかさ、こうやってやってくるでしょ。あと首を横に振ったりとかさ。基本的に、あのー、ノンバーバルで何とかなりますよ。それは。ゼスチャも、 中学によって、まあ、でも、首を横に振ったり、縦に振ったり、あれだろう、あと OK とかはさ、さすがに、イエス・ノーさえさ、ある程度分かれば、コミュニケーションって成立するんだから。そう大事なのはそう、まず定時なコミュニケーション、イエス・ノーの判断。そこから1語分、2語分、そして短文レベル、そして長文レベル。イエス・ノーができれば何でもいける。